女優に転身したからの角ブリが原の去就について話し、ブリは原は解散したのではないとして今後の活動への可能性を示唆しました。ブリは原は解散していないが、メンバー同士が同じ事務所にいるわけではないから活動がバラバラになると考えているとし、それとは別に私は個人活動を一生懸命にしたい、歌手というより子役をしていたため演技を深くしたいという思いだと打ち明けました。続けて多くの方がからについて解散と話していることは知っている、実際単にメンバーがバラバラになるだけなのに、それを簡単に表現できる単語が解散なのだろうと述べました。また私たちは連絡を取りながら過ごしている、良い機会があればアルバムを出して活動しようとも話していると、活動に対する可能性を高め期待感を煽りました。また SNS を通したメンバーとのコミュニケーションについて、 SNS に掲載することでファンに、私たちはこうして元気に過ごしているから心配しないでという無言のメッセージを伝えたかった、みんなファンに心配をかけたくないのだと伝えました。